つかみのさイケメンのさ滑らかなトークあるじゃないですか。あのね。あれ今日どうしたんですか。ないえないの？あれあれ楽しみにしてきたのに。マジですか。やとしたら別に出なくて大丈夫でしょ。確かに確かに確かに。今日は今日あの木原ラジオあの京都芸術大学で働いてます木原と言います。 いつもはですね、私、広報の木原と、あとは平んけん先生、言い、てあげてください。はい、平んけん先生と、良平先生というスラッとしたイケメン先生がいるんですけども、今日は、あの、こんな配信よりも、もっともっとおもろいことがあるので、欠席しますっていう連絡がありまして、これはね、もう、偽りようがない。 はい、金曜日10時は開けときなさいっていうね。その写真まで送られてきましょう。楽しそうな写真が送られてきて、今これやから、もうから山本太郎先生が怒った方がよろしい。ほんまや、もう、え、良平さん、こんなにお世話になったのに。なんか世の中的にはね、金曜日の夜10時、開けるのだんだん難しくなってきてるんと思いますよ。あ,あ、まあね、も確かにね、うん、非常事態宣言開けてますからね、うん。そう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 。 我々もきついですもんね。金曜日の10時開けるってね。うん、まあ。ガラキッスよ、ノーガード。<え>僕もガラキスすけど。<laughs> ノーガードで今撮ってるのか。適当に言ってみたけど、はい、そんな大学の、えっと、テーマは夜の校内放送で、大学にかかるようなことを昼間のちゃんとした時間帯に、こう、はい、きちっと話せるような話ではなくて、まあ、夜だから聞けるような話を学生とか先生から、こう、いろいろこう、紐解いて、いろんなことを、こう、ゲットしていく。<laughs> 情報をゲットしていく番組です。<laughs> 今日もなんか大丈夫。食べれてます。にちょっとふわふわしてんな。はい、本日のゲストは、えっと、日本学科。山本太郎先生です。はい、よろしくお願いします。はい、日本科が山本太郎です。どうしょあのー、今日はイケメン枠が一枠空いたっていうことで、ちょっとお邪魔させていただきました。あありがとうございます。はいはい ちゃう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 。違うの。違う違う。昭和の男前。やめとけやめとけ。本当のことを言うのやめとけ。昭和の男前。昭和もうだいぶ世代前ですよ。そうですよ。いやだってね。この間だって昭和に時代付けられてましたからね。昭和時代。明治時代、大正時代、昭和時代です。ちらつきますわ。こんなにね、明るく気さくに話してもらってますけど、山本太郎先生、あの。 まあねそれこそ本当に山本太郎ファンは全国つらうらすごいいるでしょう。いや、それ向こうの山本太郎と間違いないだって <laughs> 今ね、ちょうどそういう時期ですもんね。いや、だから僕ツイートするのもビビりましたよ。<laughs> いや、僕ちょっと外線カーとか乗らなあかんでしょ。いや、本当にだって山本太郎が。 こ、はい、の浮世絵について語るみたいなのを書いたら <laughs> ほんまにねもうすごい企画じゃないですか<ー>それってややこしい本当に<あ>今の時期の今の時期に山本太郎が浮世絵についてどんな戦略で語るねんっていうことを勘違いされると困るなと思って <laughs>、はいまあ、画家も,しかもねこれから喋っていくんですけど展覧会の中で、はい 押尾へ総選挙っていうのをやってるんですよ。<laughs> ああ、ややこしい。ややこ <laughs> もう文字にしていくと、ややこしすぎるから。はい。 ただあの,、ね、<え>あの全国日本とファンがたくさんいらっしゃって、僕、はい、らがこんなね、こう適当な会話に付き合ってくださることも本当に嬉しいと思うんですけども、<え>はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご覧になっていただいている方はチャットで山本太郎先生に何か聞きたいなということがあればぜひどしどしあの拝、ー、聴<あ>、はい、ください。なるほどはい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい、お願いします、まあ。あ、でも何人かこんばんはって言ってくれてる。言ってくれてますよ。はいえー はいはい今スマホ見ながら喋ってましたすみませんはい、はい、よろしくお願いあ <laughs> い,いいですよあのそういもんですはい、はい、であの早速なんですけども今山本太郎先生が、はい、どう言ったりですかか関わるじゃなくて何役なんですかえっとね一応難しいんですよねだから古典なのって言われていや古典じゃないよなみたいな話になって、うん、そうそうなんですよあのキュレーションはしてるんです一応なんちゃってというか、うん、ウルトラキュレーションって言ってんだけど、はい、なんちゃってキュレーションやりながら 自分の作品も出しててで,でもフューチャーしてんのは、えー、明治の浮世絵師豊原國親という、うん、まあしゃべるだけでも結構ややこしい展覧会をやってるんですけれども、うん、どち,ょちょっとねただこの浮世絵國親とかって話になっていくとちょっと何ていうんですか、はい、こう知識がない、まあ、僕もそうですし知識がない人からいくとち,ょっとちょっとあんま興味ないかもってなっちゃうのでそれをうはい、はい、ぐっと。 分かります分かります。ますていうかさ、はい、知識がないんだったらさ、木原さん、会場最初にラジオの前に来ないと言うてもた。いやー、もう、平んけんさんとさ、良平さん、ちゃんと来てくれたんすよ。そ,<う>ね、それってやっぱりね、なんか、なんていうんですかね、やっぱなんか、えーと、出ていただくゲストの方に対するマナー。あのリスペクト。うん、そう、うん、リスペクト。やっぱりなんか、まあ、 心の内から出てくるもんなんでね、これって上っ面でやるもんじゃないんで自然と来てくれたんですよね、平健さん、会場にね。足が向いたんすよ、やっぱり。やっぱりね、そう、知っとかないとっていうね。そうです。じっくりさせてもらいまたそういうとこだぞ、木原。木原いや、厳密に言うと、いや、でもね、って思って、今日タッチだけしに行きましたよね、山本さん。でもね、逆に言うとね、そういうとこだぞ、木原を感じたのは、あの、 本当は芸術館っていうその大学の中の施設でやってるんですけど10時5時っていうまあちょっとね微妙な時間帯なんですよ。働いてる職員的にもいや5時だと仕事終わってから見に行けないっしょみたいなのがある時間帯なんですけど実は今日その会場でプロジェクトを一緒にやってる学生たちとライブ配信インスタでやってたこともあってちょっと遅い時間まで開けててなおかつちょっと。 制作もね実は後でも説明しますけど会場内でやってるんで開けてる時間にねこの人ねそういうとこ上まいんだよね来たんすよ本当最後の最後ギリギリでフラット本当あのね、フラットっていうかあの多分ね最後の五段ぐらい走ったと思うんすよ息切らしてる風肩で息してますよ風で入ってきたんですよ下でこうダタ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 ってやってから上がってきてると思う 違う、いきますよ。はい、いきますよ。せっかくなので、ちょうどですね、ウュ量通信という本学のウェブマガジンがありまして、そのウェブマガジンに、これすごいですよ、山本太郎先生本人が記事を書いて、このュ量通信が上がってますので、どんだけ、どんだけ俺、この辺なんか好きなんだっていう話ですよね。本当はね、広報が記事を写真撮ったり、記事化していくものなんですけれども、そのウェブマガジンを山本先生が、やっぱり多くの人に知って、 欲しいう思いがありまして、はい、そういうものを作ったのでちょっとその記事を見ながら、はいはい、見ていきましょう、この展覧会について。共有あ,ありがとうございました、してください。はい、いかがですかね、ちょっと。ね、売り通信っていうね、もともと紙媒体だったんですけど、はいはい、最近はもうウェブのみで配信している、うちの大学のいろんな記事が載ってるっていうね、<の>いやつですね。はいはい、これ、会場前景ですよね。 きっちりと言ってるんで分かるんですけど <laughs> きっちりとじゃないでいやいやいやいギリギリねまさ、ね、<の>に僕が言った時も書いてました山太郎先生あそうですねそうですねはい、はい、この時よりもだいぶ進んでる感じがすると思います、うん、でまあまあまあ、はい、あのー、会場で書いてる絵をね作品をね公開制作してるっていうのも,ももちろん一つの醍醐味なんですけどまあ実はいくつかこれねややこしいですよねやっぱねあのー、全てのタイトルを言うと えー、山本太郎ウルトラキュレーション企画、えー、芸術館特別、えー、周期特別展、えー、日本が、えー、浮世絵プロジェクト押し終展っていうタイトルがついてて、うん、もうめちゃくちゃ,ち,ゃちゃぐ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 ちゃしてるんですけどそれを紐解ときながらちょっと喋っていきますね <laughs> はいありがとうございます、はい、ちなみに今、えっと、コチさんという保護者の方が保護者枠で行けなくて残念でしたえそうなんですか、うん、あの一般枠で、うん あの申し込んでいただいたら、多分まあ土曜日でとかあで、ね。ああ、お仕事があったりとか、いろいろあるのかな。はい、うん、残念。なるほど土曜日だけですもんね、これね。まあ、後でそ。そうですね。あのー、いい学校関係者以外の方は土曜日だけで。で、はい、今回ね、だから、ちょっとね、来てくれてないですけど、あのー。良平さんが関わってくれて、このバーンとでっかいバナーも。うん、あのー、学生と一緒にデザインしてくれまして。普段はね、こういうふうなバナー、バナーもかかってないので。 旅の関係者もあんまり知らない場所なんですけれどもちょっとさすがにこの大きなバナーがあるのでたくさんの方が今来てくださってる状況です。うん、られていいっちゃいますよね 釣られてとかまあバナーに釣られてね、うん、釣ってないから釣って釣り広告じゃないからそう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 そまそうそうまうそ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 日そう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 まうそ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 まそう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 そっそう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 てうそ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 う <で>一般の方は事前予約が必要で、はい、土曜日のみ、そして、うんえっと、一応コロナのこともあるので、一、えー、枠20人ずつぐらいかなであの時間帯に分けてるんで、全体で入れるわけっていうのも決まっています、そういう展覧会です。はい、ちょっっととどんなざはい どうね,ね画像見ないとちょっとわからないので、はい、会場風景ちょっと見てていただきましょうか。はい。これが今ずらっと並んでいるのが浮世絵が並んでいてでそれをアップにするとこういうものが並んでますよっていうことですね。そうですねそういうことです。はい。これでもやっぱりこう僕らまああのあまりこう知識がない人から見るとこうまあこれを見てどう楽しめばいいのかっていうところもなんかぜひ聞いてみたいんですけれども。うんうん いかがですかそうですね、まず、えー、と浮世絵を楽しんでもらいたいんですけど、あのまあ、浮世絵全体っていうよりも、今回、あの豊原邦近さんっていう、その明治の浮世絵師の方のコレクションが、うちの大学の,あのほぼほぼなんですね、浮世絵コレクションの。うん、しかも1000点あるんですよ。ううん、うん、うん、で、うん 1000、まあ、点というのはもうと,とんでもないですよね、もうそれは数、1000という数を聞けばとんでもないと思いますけど、基本的に考えても1000点あるというのも異常なことだと思っていいところですよねそうですね、なんとね、あのこの間、ちょっと僕も数までは知らなかったんですけど、あのー、京セラ美術館になった、うん、あの京都の一律美術館だった美術館ありますよね。はい あそこのレクチャーに行って聞いたらなんと京セラ美術館で収蔵品が3800点とかなんですよ。全体でですかそうですよ、うん、おうち浮世絵だけで1000点あるわけですからやばいですね。の他にももちろんあの縄文土器であったりとかあと伏見人形を中心とした土人形のコレクションもあったりとか。 あとはまあシルクロード関連の美術品とかもあるんで、それ加えていくと相当な数になるんで、ま,まずその美術館というか、実は博物館、実は博物館相当施設っていうふうに言われてるんですけれども、としてもコレクションとしては十分、数も質も高いものがあるっていうところなんですよね。でもまあ、これちょっと誤解ないように言葉を選んで言いますけど。ははい、はいあの 定期的にはずっとやってますよね。芸術館でいろんな考えられていて。で、まあ、なかなか今回のように注目やもう今日ギャララジオだからスポ言っていいと思いますけど。行くことがない。<laughs> 行くことがない。行こうかなと思うものたまにあるんですけど、行くことはないです。もうなかなかね、あのー、はい、いや、さっきの時間のこともあると思うんですよ。10時、うん、5時っていうのにしまっちゃうから行きづらいし。でね、あの、山、まあ、 立派なものが並んでるんだろうっていうのはわかるけれども、うん、それをじゃああえてっていう人が少ないかったりとか、うん、あとはそれこそその浮世絵が1点うちの大学にあるっていうこと自体をね学生、うん、教職員も知らないので、うん、外の人はもっと知らないわけですよ。うん、で今回はだから、うんえー、芸術館の周期特別展っていう枠で展覧会やってるっていうのは もう一つ目の大きな目的はうちの大学その豊原邦親という名の,あの浮世絵師の、えー、浮世絵を1000点持ってるんですよと、うん、みんな知ってね見に来てねっていうのが、うん、ま,あまず1個目の目的ですね。でそこにウルトラキュレーションっていうのがう、うん、<laughs> かかってくるんですけどこれ僕があの毎年あのうちの大学のウルトラプロジェクトっていうね あの社会実装プロジェクトの中の一つなんですけれどもそれをやらせていただいていて学生と一緒に展覧会作ったりあの作品作ったりするんですけれどもその,あの今年のウルトラプロジェクトの学生たちの、えー、成果展でもあるという感じなんですね。なんでまず実は春先にあの今年のウルトラプロジェクトに入ってきてくれた学生たちと一緒にまずこの1000点の浮世絵を まあ全部じゃなかったんですけどリサーチするところから始めたんですよなのでこれちょっとウル,ウル通信多分下の方に行っていただいたら結構リサーチしてるところこれ展覧会作ったりしてるところなんで、はい、もうちょっと後でいいので、はい、はいはいはいあこれですねでです、ね、そうですそそうう奥のガラスケースに入ってるのが実はあのさっき言ってた土人形とかでこの箱に入ってるのが あの浮世絵作品ですこの箱がもう膨大にあるんですよ。<laughs> <ん>でも間近に見ることってできないじゃないですか、うん、今回展覧会でも多分かなり近場で見れるんですけれどあの普通の美術館とかだとガラスアクリルとかが入っている額に入っている上に展示ケースとかに入ってたりすると遠いじゃないですか。うん、であの今の やってる展覧会は学、まあ、あ付きのねあのアクリル付きの学に入ってるだけなのでめっちゃ、ま、間近で見れるんですけど、うん、リサーチの時はもうもっと近くで見れるんですようん、うん、生で、まあ、この状そうそうそう,そう、うん、なんでもう本当に学生たちがめちゃくちゃいろんな発見をしてくれてそこから今回の展覧会につながってるっていうのがあのこの展覧会の一つ大きなポイントかなというふうに思います。うん、うんうん でもう一つは僕の新作も展示する展覧会だっていう意味合いがあって、うんはい、でリサーチもするんですけどあのこのリサーチを受けて、うん、あの僕と一緒に学生があ今のところですね屏風作品をみんなで作り上げたっていうこともやって、うん、で今はちょっと雨量通信の中では絵描いてるシーンしかちょっと映ってないんですけど屏風も学生たちと一緒に仕立ててるんですよ。うん だから絵描く前の屏風仕立てるっていうところまでやっからやっててで最終的にこういう彩色みたいなこともやってるっていう。うなるほどで今年のプロジェクトめちゃくちゃ面白かったのがあのー、いろんな学生が入っててえっ、ー、とさっき絵描いてましたけれどもあの例えば日本画コースとか湯画コースみたいに。 あの実際に自分たちでも絵を描くことを学んだりする学生もいたんですけれども、うん、デザイン系の学生もいて<ー>この学生たちが先々週キハララジオに出させてもらったんですけど、うんはい、デザインワークをあの良平さんと一緒にやってくれたりとか、うん、あとは、えー、と歴史遺産学科って言って文化財の,、うん、あのことを学ぶ学科がうちの大学あるじゃないですか。 歴3の学生が初めてプロジェクトに来てくれてその学生があのその浮世絵がどういうふうに出来上がっていくかっていうのをリサーチをしてくれたりとかしてうなのでこういろんな学生が集まったんであの展覧会の内容もすごいこうう多様になってるっていう感じですね。うリサーチしして実際に自自分たち自身で表現もするし はい、展示も考えるしとかってねしかも展示の中で多くの人に見てもらえる工夫や広報までやってますもんねそうですうよねここの幅がだからもうプロジェクトをこの1個だけでもう本当にまるまるアーティストがやってることを全部網羅しているっていうか、うん、まあアーティストだけじゃなくて要するに、うん、でキュレーションもやってるから展覧会企画をやる人とか、うん、そういう人たちの仕事もできてるみたいな感じですよね。うん、それっってて結局なんかその関わって 来たそのプロジェクトに関わってきてくれた学生によって、このプロジェクトのカラーはちょっと変わっていったんですか<あ>かなり変わりました、かなり変わりましたね。<ー>だから今回はいい、本当に、まあ、毎回いいメンバーなんですけど、あの人数も多かった、10人いて、今年のプロジェクトメンバーは。ーでしかもさっき言ったみたいに、スペックがみんな違ってで、やりたいことも結構みんな違ったんですよね。なので あのその学生たちから出てきた意見をあじ,ゃあじゃあそういうことやりたいんだったらこうしようよ展覧会に結びつけるんだったらこうしようよみたいな感じの僕は正直みんながやりたいことをちょっとずつハンドリングしてたっていう感じがプロジェクト全体としては強くてまあもう一方でもちろん自分の作品も作ってるわけなんですけどね。ずっとあの行った時に先生 描いていらっしゃったじゃないですか。はいはい、あ、え、あれもう学生や,んやん。たまたま行ったみたいな、い <laughs> ってますからね、僕今。オンラインの情報じゃない。<laughs> <laughs> なんか変な。そんな言い訳いろいろ。本人 <laughs> も,<う>なんもうみんな分かってるから。めっちゃちょっと行ったの、むっちゃいっぱい行ったみたいに言うから。笑ってもただけだから、ね。いや、いや、もう、おら、ったもん。だから、この人出世すんだなと思って。<laughs> そり学校の中で出世する。いや、シュシュがしてないに上。上手、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 本当に。そのあたり。 いいんですけど、いじりはいいんですけど、学生もリアルタイムで制作をしているところは見れるんですか、基本的には、あそこの場所で公開制作するのは僕だけにしようかなと思ってるんですけど、実は結構、作品が間に合わないんで、ちょ日学生が、あの自ら申し出てくれた学生がいて、手伝いましょうか、ここでもみたいな話になって、それはちょっとありがたく受け入れちゃおうかなっていう。 若干なってます、はい、ってでも学生たちが作ってる様子を見れるのも、まあ、先生が書いてる様子を見るっていうのもあう、ね、まあなかなか異常な光景ですけども、はいあのね、学生がそこに関わってるのは、ね、これね美大としてどうかなっていうのも、まあ、別にうちの大学の文句言うわけじゃないんですけど <laughs> あの <laughs> 本来は教員の背中を見て、うん、あるいはアーティストとしての,あの先輩としてのアーティストの背中を見て育つのが一番理想的な教育かなって僕は思うんですよね。だからウルトラプロジェクトってもともとそういうものなんですよ。あそうううですね学<の> <laughs> 学内だろうが学外だろろがが外、まあ 一応僕も入ってるんで言いづらいけど第一線で活躍しているアーティストさんの作品作りだったり展覧会作りを手伝うことでその人の背中を見ながら学生が成長していくっていうプログラムなのでまあなのでまあ本当はね全員の教員があの学生に向かって自分がものを作ってたり研究してたりする姿を見せるのが一番まあ本当は教育になるんだろうなとは思うんですけどね。 まあそれをね、うん、今あのまさにやられている中でちょっとねいくつかコメントも来てますよ、はい、おアビーさん太郎先生アビーさんってわかりますかね今日のお昼見に行きました太郎先生ああそうなんだああそうな風にいているのかがすごく勉強になります。あまた行きますって来てますね、はいはい、アビーさんーアムさん見に行きませんが臨場感あるスライドで目の前に世界,が,世界が広がるようです嬉しいいいなコメント 結構来ますね。嬉しいですね。はい。いや、太郎先生効果ですよ。これは。ありがとうございます。本当に。来ない時も全くもーンとして。そうそうなことないです。いつもみんな書いてくれてます。そうそうでういうところが。おコメントちょうだい。コメント頂戴って言ってこうもらう。いや、ダメですよ。規模あの他を下げて太郎さんを上げたらダメですよ。そうそう。そういうとこだぞ。みんなで一緒に上がっていかないとダメですから。やばいやばい。あ、そうそう。 <laughs> はい、じゃ、あ国近の話にいきましょう。<laughs> あ、そうですね。はい、で、そうそう。国近でも何年やるかな。あ、そうなんですよ。で、国近作品って、だからさっきから言ってるみたいに明治なんですよね。はい、で、あのー、まあ、要は新しいってことですよね。そうそうそう。だから、あの、浮世絵ちょっと。 とつぎづらいなっていう人たちはまず1個は 2>,、うん、1> まあ2週間前に学生たちも言ったんであの楽しみ方ちょっとねそっちも見てもらったらもっとわかると思うんですけど、うん、1>, 1個はなんかあのキャプションが今回凝ってて、うん、キャプションが大きく映ってるやつなんかありましたね。あたねあタイトルとかだけが入ってるんじゃなくてハッシュタグで学生たちがあのそれぞれ自分が選んだ浮世絵が1人2点ずつ並んでるんで。うん でそれをあの自分の推しポイントをハッシュタグでで表現してるんですよねでさらにカラーチャートがついててあの中の絵で使われてる色をこう、まあ、6色だけなんですけど抜き取って、えー、こういう配色ですよみたいなのになってるんでデザイン系の学生が見たら浮世絵ってやっぱり色めっちゃ綺麗なんで、うん、この配色勉強することもできるし。 まああのハッシュタグを読むことでそんなにあの浮世絵のことわからんなみたいな人でも多分かなり楽しめると思います。うんうん、このハッシュタグはね正直学生にもあのすごく評判がいいですし、うんあのー、結構ご年配の方も来てくださるんですよ土曜日中心に、うんうん、あとうちの大学ってほらあの公開講座やってたりするので、うん、その方々も会場に見に来てくださったりするんですけれども。 老若男女に評判いいです。うん,うん、分かりやすいそうです、はい。だからこれも学生のアイデアなんで、まずこれ見てもらうと、大体分かんなくても楽しめると思うんですが、まあ、せっかくなんで、国近作品ちょっと画像見ながら、これ上に戻った方がいいですね。上に戻りましょうか。で、この作品はね、ちょっとあんまりカラフルじゃないんですけど、あどっかあるかな、そうそう、これぐらいがいいかな。うん あの明治時代なんで実はあのめっちゃ色が綺麗なんですよ。まあ,あの最近、まあ、比較的最近のものなので色が残ってるっていうのが一個と、うん、あとは江戸時代になかった色がおそらく使えるんですよね西洋から輸入してきた色が使えるんで僕らが見たり学生が見たりするともうめちゃめちゃカラフルで楽しいんですよ。うんうん、普通に浮世絵って言わ なんか思い描くものよりも全然色鮮やかなんでんまずそれがもう単純にそれが楽しいと思います。こ、うん、れでもあのさっきの話でいくと,、えー、とどう言ってるんですかとても人気のあるものではないんですよねあの国近の作品自体は、えー、と国近が生きてた当時はめちゃくちゃ人気だったんですね。ただ今は あの浮世絵コレクターとか浮世絵の専門家の中ではやっぱちょっとんだろうな王道の浮世絵浮世絵が一番こう、うんだろう輝いてた時代よりも明治になっちゃってるんで、うん、まあ逆に色が鮮やかなのが浮世絵っぽくないですしうん、うん、言ってしまえば、うん、であのー、なんかね僕からしたらめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、へんてこ感があるんですよ、うん、っていうのが。 国近の時代ってあのもう写真があるんですよねうんだからこれ、あのー、歌舞伎役者を描いた役者絵なんですけど歌舞伎役者の写真もこの当時のやついっぱいあるんですよ。でもその当時の,あの庶民にとってはこっちの方がいいんです。な、うんあでなんですかでだって写真って白黒じゃないですかと、はい、その当時。お<ー>でその上 あの今のカメラみたいにこう舞台で動いてるシーンなんて全然撮れないですよ、うん、だから役者,役者写真あるけど座って真面目なやつしかないんですね。なるほどっていうとあの庶民に撮ってみたらこっちの方がカラフルだしーポーズ撮ってるし、ね、あの歌舞伎の場面がわかるじゃないですか、うん、ステージの、うん、全然こっちの方が楽しいんですよ歌舞伎のイメージが伝わってくるというかうん,うん。なんですごい人気 あの写真があるのに、国近の,あの浮世絵は人気だったらしいんですけどね、うそうじゃないと1000点作らないですからね。だってね、1000点ってあ、まあ、1000点以上あると思うんですよ、本当はうちの大学があるのが1000点、国近作品って1000点以上あると思うんですけど、普通に考えてみてくださいよ、あの週刊連載の漫画家みたいな感じです一 <laughs> 1>, <laughs> 1週間に1枚ペースで書いても、年間50枚しか書けないですよ。うんう ういこ、うん、れってじゃあ週刊漫画の作家さんのようにもう毎週書いてくださいっていう人たちがいたってことですね当時編集者みたいな編集者みたいな,たい,ないやそうだと思いますああもちろん編集者の人は版元って言われてるんですねうん、うん、企画する人ですプロデューサーうん今回はこういうの作りましょうねっていうのを決めるんですねその人が、うん、で絵師に発注してで あの、わかりましたっつって、その国近が、じゃ、あこういう絵描きましょうって、描いたら、うん、今度は、えっと、はん。木っていうか、まあ、要するに、木版画なので、一人でできないですよ。版木、うんうん、を彫る人は、版木の職人さんなんですね。うんうん、なので、版木の職人さんがいて、で、スリシさんもいるんですよ。うんうん、それ別なんですよね。版木、うん、を彫る人と、するをする人が別なんですけど、うん、あの、多分、その。 おそらくその人たちが全員つながりながらうまいことやってたんですね。うん、でなんかこの間だからそのさっき言ってた京都でえっと木版画を使いながら出版社をやってる運送堂さんっていう会社の社長さんが見に来てくださって、うん、っていうのは運送堂さんからちょっと版木を借りたりしてるので見に来てくださったんですけど、うん、おそらくこのペースで書くにはもうほとんどみんなが近所に住んでて、うん、書けたら 彫り師のところにすぐ持ってって、うん、ほんで、じゃあ、彫ってみたいな感じで、ばばばって掘ったら、今度はす、すり師のところに持ってって、すり師と絵師が話し合いながら色を決めて、うん、っていう感じでやってたんじゃないかという話なんですね。うん、それはやっぱりその当時、めちゃめちゃ人気やったから、いっとけ、いっとけ、これでめちゃめちゃ稼ぐぞみたいなノリやったみたいな感じなんですかね。うん、いや、きっとそれはあると思いますね。そうっすよね。は、うん、はい、はい 今9日から今来てるから行っとけみたいなの <laughs> このこのシリーズいけるからも,もっとかけも,もかけみたいな全然あるんですよあですよ、ね、あ、うん、でもそうですよねで木版なんで実はね、あのー、大体初めのロットだと100とか200ぐらいしかす,らすれないというかすらないんですようん,うん、うん、でも恐ろしいことにその、あのー、運送堂の社長さすがにすごい勉強してて、うん、なんか当時の あのなんだろうなこう文献とか結構当たってるんですけどそれで聞いた話が面白くて浮世絵ってあの実は江戸時代時にの時とかにはあの日本では本当にこうそんなに大層な価値じゃなかったから今の新聞紙みたいな感じで物のくるんで送ったりしてでそれをあのなんだろうえと西洋の画家の人たちが。 まあ見て衝撃を受けて<ー>でそこから印象派が生まれたりもしてるっていう話があるんですけど有名な話があるんですけどそれただで送っちゃってるじゃないですかでも印象派に受けたからこれ金になるぞって日本も思ってるわけですよほんで明治になると輸出品目になっててで向こうも発注するんですよ人気だから西洋もその発注が さっきほら一ロット100とか200ですってる話してるじゃないですか、うんうん、西洋からの発注が1万とか入ってるんですよ。やばいやばい。ばい <laughs> 意味分からんじゃないですか。100って木版だから100とか200しかすれないのに1万発注来るって意味わかんないじゃないですか。うんうん、どうしてるんですかそれは。だからなんかねこれは当てまあ,あの本当かどうか分からんけどその,あの山田社長が言うには、まあ、同じ絵でも。 一つの絵をその彫師さんに例えば3人ぐらいにいっぺんに彫らせることもできるよねとなるほど確かにと思ったんですよそしたら、まあ、いっぺんに200すれるとしたら、まあ、600はすれるよねみたいなあでそういう最初からもう売れそうなやつはいっぺんに発注したりもしてんじゃないかなっていう話とかもしてましたね。う 面白いなと思ってそういうのが、うんうん、だから、そういうなんか明治時代の浮世絵をまず見に来てねっていうのが、今回の展覧会の一番の魅力かなと思ってるんですけどね、うん。でもそのなんか今の背景を知ったらちょっと面白いですね。なんか要は今まで、うん、見ていた。全く遠い。世界の昔の世界の浮世絵がなんかこう。ビジネスと通じてるとか。西洋からの人気があるとか。それにもうみんな多分躍起になって。 1万発中来たからつってって、頑張って600すってとか。そうそう。<laughs> 全然足りひんやみたいな。全然足りないけど。足りひんやみたいな。でも、もう一個面白かったのが、そのやっぱ写真、白黒よりも、ね、その瞬間を捉えられる、ね。自分たちが欲しい瞬間を捉えられて、うん、しかもそれがカラフルにあの表現できるっていうことの魅力を。 一般のの人が感じててたっていうのは面ほんでい、はい、とにかくだから歌舞伎役者も今,、うん、今もねアイドル的な人気がある人もいますけどまあ本当に今でいうとこのアイドルみたいな人たちなんで、うん、だからなんかねいろんなあの国近が掘ってるわけじゃないんですけどあの浮世絵調べていくとめちゃくちゃ面白くて例えばまあ本来だったらブロマイドっていうくくりなんで、うん、あの一番かっこいい。 舞台に立てる姿うん、うん、だけでいいいじゃなでですか、うん、でもそうじゃなくて今の僕らと本当に近くてあのそういう姿を見てたらあの週刊誌じゃないけどプライベート見たくなるじゃないですか。<ー>でプライベートは目あの浮世絵あるんですよ実際 <laughs> この。この人が <laughs>、うん、いや江戸とかだと本当になんだろう 大体もうこの人この辺に住んでるよねっていうのがわかるから、うんうん、その辺りの風景でその役者が佇んでたり散歩してたりしてるのを浮世絵版画にして売ったりしてるんですよオフショットですね、えー、オフショットって実際の写真撮るから価値あるけどそれ想像で描けますよねオフショットそうそう想像で描いてるんでもよ大体んなだよねみたいな <laughs> あとオフショットで言うと楽屋ショットもあるんですよ あだから舞台に立ってる時じゃなくて化粧してると,ところとかが楽屋で休んでるところとかも版画になってるんですよ。まあまあまあね。タレントさんとかもそういうのありますもんね。そう,そうそうそう。あとははいのくなった時に そそれこそ今だったらあの映像アーカイブ残りますす、うんまあ、もちろん悲しいですよ、うん、今ね有名な自分が推してる、うん、ねあのタレントさんとかアイドルがねそれは亡くなったら悲しいですけど当時は映像アーカイブないじゃないですか、うん、写真がないわけですよ、うんで。動いてる姿とかっていうのをあの見れるっていう機会が舞台に立ってる時だけじゃないですか。うん で人気役者が亡くなると何が行われたかというとその人が死んでる絵の,あの浮世絵が売られるんですよ<ー>で。それがバカ売れするという。さっきも言ったみたいにもう、あのー、100とか200ロットですってるわけだから、うん、人気があった例えば、ね、こういうフライヤーにも使ってる例えばこういう,こう,いうのが、うん、あの当時はあってももう今買おうと思っても買えないじゃないですかその,、うん、その時に。 だからあなくなっちゃったもう舞台でも見れ,見れないし、うん、浮世絵も一番気に入ってるやつ手に入らんっていうファン心理があって、うん、死んだ時のやつを買ったりするっていう、ね、えそれ昔からその時代からその二次転売みたいなんってあったんですかあったと思いますね。そうですよねなんか200しかないから <laughs> これ200しかないやつだよ俺のとこあるよっつって <laughs> なんかちょっと転売屋がおるみたいなのは。転売屋おったんじゃないですかね。うん、ですよねただね。 点 <laughs> 売イヤ追ってもね、大した金額にならなかったんじゃないかなっていうのがあって、あそうな,んなんとですね、あの浮世絵ね、びっくりするんですけど、あの1枚当時1000円しないぐらいの値段で売られてるんですよ。だ今の価値でですか今の価値でな弱いあ 700円で仕入れて1000円で売ってもね。あ、それちょっと弱いですね。ちょっと弱いな。ちょっと弱いでしょう。もう時間ちょっとずつはみ出してますけど。いや、本当ですよ。もう。はみ出してきてますよ。で、おもろいのがね、おじ浮世絵を、だからさっき言った運送堂さんに。まあ、あの、絵は残ってるから。もう一回ね、あの版をすりな、ね、り直し。 すするすることを今いいっっぱいやってるわけですよだから同じやつを1枚今ねいくらでできるんですかって聞いたら、うん、まあ1万円以上2万円以内ぐらいですって言ってて <laughs>、うん、だから当時7八百8 0 0円で売ってたものが今の職人さんでやるとその金額になっちゃうんですね。なるほどね、うんでやったら会場に僕の,あの木版画のマリオンの作品かかってるんですけど、うん、あれね、あのー、額付きで20万ぐらいで売ってます。 だっなんか64すりでしたっけあ、してますね。ね。めっちゃ、めっちゃ見てくれてる。いや、めっちゃ見ましたよ、ちゃんと。いや、これ、平ンさんとだけ話せる話だな。ニンテンドーだけにですよね。ちゃんと見ましたって。ちゃんと。でもなんかそれで、K さんが来月寄せてもらいます浮世の写真を撮っても大丈夫なんでしょうかって、今のにちょっとひもづいてきません あそうですね、あのー、ちょっとですね、あれですね、あの会場風景、全然あの皆さん撮っていただきたいし、なんやったら SNS に上げるときは、ハッシュタグは押し上えでつけていただきたいんですけど、うん、あの浮世絵を、えっと、拙者で1枚ずつ撮るのは、ちょっと、あのーうん、関係者以外の方はちょっとご容赦。 してください、うん、お願いしますそれとあのさっき言葉では言っちゃったんですけどもどマリオの掛け軸があの会場内にかかってるんですがあのそれはえっと撮影 NG になっています、うん、はいあのちゃんとポップも出てましたしね写真 NG ですっていうね。うん それ以外は全部撮ってもらって大丈夫です。僕の作品はもう、拙者だろうが何だろうが全部撮ってもらってもいいですし、<laughs> 僕、あの <laughs> 絵描いてる時があったら、全然、はいあのー、それも写真撮ってもらっていいです。あ太郎さんごと拙者したらいいんですよね。はいはい、はいはいあの。フリー素材なんで。<laughs> でいや、僕もそういうこ <laughs> 扱いを受けるから、ちょっと親近感を <laughs> <laughs> 素材なんでぜひ手中にも見に来ていただいてそれで写真撮ったり作品見て楽しんでもらいたいなっていうふうに思います。北条先生も見てくれていてアール・ヌーボーの頃ですね。あそうですね。ちょうど輸出してた頃のことですね。はい。はい島ベート浮あくきぐらいくらいの感覚だったんですかねってでしょうね。 なんか僕はあのちょっと高いめの雑誌ぐらいだったんじゃないですかみたいなことをあのこの手なん始まってから言ってますけどアクキー今調べたらアクリルキーホルダーアクリルキーホルダー700円だからアイドルとかの自分の推しのアクリルキーホルダー700円ぐらいとか800円かううとかそうだと思うそんなもんですよアクキーって言うんやアクキーアクキー今一個単語覚えましたね <laughs> アクキー多分明日忘れてると思うけど <laughs> <laughs> あの島原さんアクキーぐらいですちょうどアクキーがいい <laughs> そうですね。知ってるみたいにい直した。<laughs> うん、生配信だから別に編集ないからねこれ。そういやいやあのー、あ面白いのあります浮世絵のモデルになった人にはお金って入ってたんですか。あこれねあの実はですねどどうやら入ってないみたいです。だから今みたいに肖像権とか。えー あの著作権ってもうそれどころかめっちゃ面白いなと思ったのが一回絵師さんが描くじゃないですか絵をほんで版元に預けるでしょで一回まあ刷りましたまあ一回のロットが100だったでえっとまあ売れたんでまあ45回半を重ねましたみたいな後にその後またさらに版元がこれもっと人気あるからもっとあの出そうかみたいな、うん。うん 話も出てくるんですって、うん、でなんと幻その時聞いたのが面白かったのがあの国近じゃないですけどあの葛飾北斎が、うん、あの赤富士っていう有名なね富士山赤い絵出してるんですけど、うんうん、なんとあの同じ版木で青富士あるらしいんでも世の中にもほとんどなくて、うん、それはおそらくあの版本さんと摺しさんがもう 国際抜きで盛り上がって青売れ赤売れたし青に変えてやったら富士山もともと青だし、うんうん、こっちの方が売れんちゃいますっつって吸ったら意外と売れんかったから。<laughs> <laughs> え普通やんみたいなそそ <laughs> 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 そうそうそう <laughs> あの一周回って多分考えすぎて普通のものを持ってきたある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 そ。<laughs> そういえば富士山青かったなみたいな,たな,たいな <laughs> そうそうそう。それは売れるわみたいなね。確かに確かに。そうそうそう。そういうやつがあって、でも逆に今は幻の青富士として、なんか逆に、ね、そうそうそう<ー>な、なってったりするものがあるらしいんで、もう絵師さんも知らんところでどんどん版を重ねてたんだろうねっていうのもあるらしいです。だからなるほど 当然役者にもはんお金は多分入ってないだろうねっていうことですね。まあ今みたいにこう情報をこう整理するのは難しいですよね。うんうん、誰がどこで何してるかっていうのが分からへんから。確かに確かに。う あと役者さんもおそらく大らかで、も、ま、う、あ、これが売れたら自分の人気もあの広がるから、もうそれでええやんぐらいの感じで、舞台でお金持てるんやからそれ以上もらう必要ないんじゃないのまあそうっすよね。アクキーぐらいの値段やし。はい、アクキー。むしろた。今の感覚に、感覚に近いんじゃないですか。SNS で、無料で SNS で自分の情報とそういうのもある<ー>確かに、確かに。 ぐらいい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 みんんななななととてててて文脈関係くっっっるるしししまままににやでで勉強りたた今日はええ時間面白すすぎも聞う本当か嬉最後ちょっと宣伝させてもらうとまだ展覧会の情報も言いましたけどこれね 先週出たデザインの学生と良平さん、言っといた方が絶対いいと思うんですけど、うん、あのー、これ、フライヤーあの、気づかなかったでしょ、あの木原さん。A4 だと思ってるでしょ。はい。これね、はい、A4 じゃないですよ。これ、半径を浮世絵の比率に合わせてます。マジですか。それは言ったほうがい,い,っいやだから、ははね、ほ浮世絵です、これ。 ですか、うん、でしかも「宝書紙」っていうねうちのほらねぶたとかにも使ってる和紙あるじゃないですか、うん、あれの印刷できる版に吸ってるんで、うん、ほんまに浮世絵感があるんでんぜひ会場来てこれもバンバン持って帰ってもらいたいなっていう。あと僕らの展覧会用じゃないんですけど実はあの国近のカタログが。 あの芸術芸術館で買えるんですよ。でこれその千点の浮世絵がバーって載ってるやつなんですけど、えー、これもうね実はもうちょっと調べすぎて僕ほらページが <laughs> 資料として,いて,ぎてページがもうは鼻出てきちゃってるでしょ。それ本裏返してこうやってずっと落ちたから <laughs> 違,う違う違うこれマジで絵絵描かないといけないから。あ,であそうだっこんなに厚いんですよ。<う>これね千円。 それ会場で売ってるっていうのも僕分かんなかったっすよああそうか受付にねあるんですよそうだからなんかやっぱその受付の人も売ってます国違ってますみたいな言った方がいい確かに確かに言った方がいいですねなのでちょっとラジオで言わせていただきましたなるほど影響力あるからね木原ないない全くないないなんでそうそうそうこのあたりをちょっと最後言っとかないといけないなと思ってましてはいありがとうございます はい、では時間も過ぎておりますので、そろそろおしまいにしましょうか。ありがとうございます。はい、山本先生、本当にありがとうございます。また、近々、ぜひ、出てください。ギャラさんもじっくり見てくれるんですよね、今度来るときは。いいと思う。もちろん、もちろん。なんか、まだ見てないみたいな言い方ですね。あれ見たいやいやいや。では、さようなら。急に終わった。 またよください,い。また来週も配信します。<laughs> 毎週配信してます。ありがとうございます。皆様です。手習い続くんで、ぜひ11月20日までです。11月20日までです。よろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。